年末年始に向けて新潟県の花、チューリップの出荷がピークを迎えています。新潟市西区の園芸センターに集められたのはおよそ20人の農家が育てたチューリップ。昨日は JA 越後中央が生産者同士で出来を確かめる目合わせ会が開かれ、花や茎、葉のバランス、色などをチェックしました。昨年は輸入が少なかったものですから、値崩れすることなく販売できて意外と良かった年です。で、今年もそういったところが、あれば、底堅い販売で終われるかなと思っていますけど、今年も去年に続く巣ごもり需要を期待します。来年3月までに出荷される予定のチューリップは例年並みのおよそ1200万本で、主に関東の市場に出荷されます。